他のレンタルサーバーに比べて、もうほんと使いやすいです。まあ、他のレンタルサーバーの管理画面使いにくすぎるっていうのはあるんですけど、サーバー選び大事なんですけど、まあただそのサーバーで稼げるかどうかっていうのが決まるわけじゃないんですよね。はい、ここからは実際に使用したことのあるレンタルサーバー5社の評判を本音で語っていきたいと思います。あくまで僕の個人的な感想ですね。そんなに一つ一つのレンタルサーバーをね、隅々まで見て徹底的に調査して、 言うわけではないです。あくまで僕が実際に使った感想を話していきます。はい。なので、参考程度に聞いてください。この僕の意見っていうのがね、すべてじゃないので、僕がお勧めしていてもあんまり良くないレンタルサーバーもあるかもしれないし、僕があんまりだって言っててもいいレンタルサーバーもあるかもしれないので、あくまで個人的な意見として聞いてください。はい。まず、最初のサーバーですね。一つ目のサーバーです。まあ、元祖格安サーバーかなと思います。 僕がブログ始めたね、2005年ぐらいからあったはずです。まあ、実際にはもっと早くから、あの、やってます。多分2001年ぐらいに、始まってると思うので、全然僕がブログやるより前からあるんですけど、一言で言うとですね、安いんですが遅いっていう印象を僕は持っています。はい。で、まあ、管理画面も使いにくいですね。管理画面使いやすいかって言ったら、使いにくいです。正直。なので、おすすめするかしないかで言われたら僕はおすすめしないです。このサーバーね、早いプランもあるんですよ。 すごい安いプランあって、月額100円ぐらいから使えるんですけど、その月額100円のところはワードプレス使えないので、まあ除外ですよね。で、月額250円ぐらいからワードプレスも使えるようになるんですけど、まああんまりその管理画面もね、使いやすくないし、速度も遅いので僕はお勧めしないんですけど、早いプランもあるんですよ。最近、ここ何年か前に早いプランもできたんですけど、僕の個人的な意見で言えば、まあ他のサーバー使えばいいかなと思います。あえて、このサーバーのその早いプランを使う、 ぐらいだったら別のサーバーを使う方が、まあ使いやすいし、速度も速いと思うので、あえておすすめすることはないです。ただ、とはいえね、結構昔は使ってました。それこそ僕、ブログや,やり始めたのが大学生だったので、大学生ってマジでお金なくて、月額1000円も払えなかったんですよ。僕、月額1000円払えない人はブログとかやらない方がいいって言ってたんですけど、まさにそういう人だったんですよ。だからとにかく安いサーバーを借りようと思って、 このサーバーを借りてました。まあ、そのね、サーバーがどのぐらい重要かっていうのも当時は分かってなかったので、とにかくブログをやるためにはサーバーを借りなきゃいけないっていうので借りただけだったんで。はい。なので今メインで使ってるかって言われたら全く使ってないですね。一応サーバー自体は借りてるんですけど、もう全然、あの、動かしてもないサーバーですね。はい。で、二つ目のサーバー。二つ目のサーバーが <laughs> ですね。はい。僕も10年以上愛用してます。僕が最初に契約したのが2007年ですね。 もしかしたら2007年以前にも契約してたかもしれないんですけど、まあ、今のね、僕が契約してるそのアカウントの画面に出てくるのが2007年っていう日付になってます。このサーバー使いやすいです。管理画面がすごい使いやすくて、他のレンタルサーバーに比べてもうほんと使いやすいです。まあ、他のレンタルサーバーの管理画面使いにくすぎるっていうのはあるんですけど、このサーバーの管理画面は本当使いやすいなと思います。 はい、シンプルにできてて分かりやすいので、初心者の人でもね、使いやすいと思います。で、サーバー自体の性能もいいですね。で、早いです。まあ、そんなにね、全部のレンタルサーバーをちゃんと比較したわけじゃないんですけど、体感的にスピードも速いと思うので、まあ、このサーバーを使っててスピードが遅いなっていうのはあんまりないかなと思います。もし、このサーバーを使っててスピード遅いんだったら、別のところに問題がある。自分が使ってるテーマに問題があるとか、重たいプラグイン入れてしまっているとか、そういう感じかなと思います。実際ね、 レンタルサーバー使ってると、大体困ったことが起きるんですよ。これをやりたいんだけど、どうしたらいいかわからないとか、まあ、管理画面でね、これを変更したいんだけど、それがどこにあるかわからないとかっていうことが起こるんですけど、そういう時にサポートをしてもらう必要があるんですけど、このサーバーサポートも結構いいなと思います。回答するまでのスピードも速いので、でサポートに不満感じることっていうのもないんじゃないかなと思います。僕自身はないですね。あの、メールしてから帰ってくるまでのスピード速いなって思うことが多いので、 はい。そこのサポート面に不満を感じたことはないですね。まあ、とはいえですね、そこら辺もおそらくサポートしてくれる人の担当者のレベルにもよると思うので、絶対にね、誰が使ってもサポートいいというわけではないです。たまにこのサーバー会社のサポート全然ダメだっていう人も聞くのでね、まあその辺は人によってかなり違いあるんじゃないかなと思います。少なくとも僕はサポート面に関して不満を感じたことはないです。まあ、ぶっちゃけですね、最近評判悪いなと思います。なんか、あれなんですよ。 えっと、最近自社メディアを始めてるんですけど、その自社メディアの評判がすごい悪いんですよね。まあ、あ結局自分のね、サーバー会社のドメインを使って、ブログの始め方みたいなのをやってるんですけど、まあ、そこのね、おすすめレンタルサーバーみたいな記事があるんですけど、そのおすすめレンタルサーバーでおすすめしてるのが、ま、あ結局その会社と関連会社のサーバーを比較して、まあ、自社のサーバーがいいよって言ってたりですね。関連会社のサーバーって結局格安サーバーなので、スペックがいいわけないんですよ。 安いサーバーって大体遅いんで。でも、その二つを比較して、まあ自社がいいって言ってたり。あとはその、まあブログ自体もね、パクリなんじゃないかみたいな話が出ていたりもするので、まあ評判は良くないですよね。まあそれが実際パクリかどうか知らないですよ。パクってないって言ってるんで、別にパクってないんじゃないかなと思うんですけど、まあそういう話があるっていうことですね。はい。まあいろんなね、ツイッターとかを見てると、どうしても、まあその辺の立ち回りがすごい下手くそだなと思って、 ブロガーさん、アフィリエーターさん間での評判はかなり悪くなってるんじゃないかなと思います。僕自身もだから2007年からですよ。ずっと使い続けていて、今も使ってます。正直レンタルサーバー移行するの大変なんで、そのまま使ってるやつもあるんですけど、うん、なんかそこまでいろんなことをやられてしまうと、他のサーバーに乗り換えてもいいんじゃないかなと、ちょっと思ってしまうぐらいですね。別にそのサーバーの性能とか、サポートとか、そういうところに不満があるわけではないんですよ。 ただただ外から見てる印象としてあんまり良くないなっていうのを思ってしまう。前からね、使ってるブログに関してはこのサーバーずっと使ってるんですけど、新しいブログ作るときはあんまり使ってないですね。うん、まあなんとなく印象があんまり良くないので最近。あえてもそこを使わなくても別のところを使えばいいかなと思って、そっちを使うようにしてます。はい。そして次のサーバーが<ス>、ですね。これも、 老舗サーバーですね。僕がブログ始めた時にはとっくにありました。おそらく2000年ぐらいからレンタルサーバーやってるんじゃないかなと思います。はい。で、このレンタルサーバーの評判ね、感想を一言で言うと使いにくいです。めちゃくちゃ使いにくい。もう管理画面なんですけど、ほんと使いにくいなと思いますね。おそらく僕が始めた当初からほとんど変わってないんじゃないかって思います。いや、わかんないですよ。実際2005年当初の管理画面と比べたわけじゃないんですけど、 でもほぼ進化してないんじゃないみたいな。今のこの時代にその管理画面作っちゃうみたいな。まあ、そんな感じの管理画面ですね。すごい僕が使ってても使いにくいなと思うので、ブログ初心者の人は本当になかなか使えないんじゃないかなと思います。スピードで言うと、うん、まあ、微妙かなっていう感じです。そんなにめちゃくちゃ遅いとかでもないんですけど、じゃあ早いかって言われたら別に早くないし、 うーん、なんかちょっともたつくな、みたいな印象です。はい。まあ、その辺もね、もちろん、時間帯によっても、全然ね、その表示速度とかも変わるので、一概に言えないんですけど、そんなにめちゃくちゃ速いなっていう印象とかは持ってないです。はい。なので、正直ね、そんなにいいところないなと思うんですよ。まあ、言ってそんなに、まあ、じゃあ、ここはやめとけって言うわけではないんですけど、僕自身がじゃあ、誰かにお勧めするかって言われたら別にお勧めはしない。それは、こういうところがいいから、ここを選んだ方がいいよ、みたいな。 このサーバー選んだ方がいいよっていうポイントがないからですね。いろいろね、昔からやってる分、なかなか買いにくい部分っていうのがあると思うんですよ。はい。なので、まあ、老舗サーバーなんですけど、僕は今メインでは使ってないです。でも結構、実はね、10年ぐらい前は、割とメインサーバーとして使ってましたね。なんでメインで使ってたかっていうと、そんなに深い理由はないんですけど、なんとなく当時契約しているサーバーとかね、他のサーバーも契約してたんですけど、その中で、ここをよく使っていた。 感じですね。まあ、別に理由はないです。はい。会社としては大きいんですけどね。なかなか、うん、レンタルサーバーとして、あの、ブログ出身者の人がブログ始めるときに、このサーバーをおすすめだよって言うかって言われたら、それはないかな。はい。そして次のサーバーが、こですね。これ一番新しいサーバーですね。2年くらい前にできたばっかりの、まあ、本当にまだできたてほやほやのね、新しいサーバーなんですけど、僕個人的に一番よく使ってるのは、ですね。もう最近は、 新しいブログとか新しいメディア立ち上げるってなったら、このを使って立ち上げます。はい。で、何かっていうと、まあ、早いなと思うんです。とにかく早い。別にね、これもだから他のサーバーとめちゃくちゃ比較したわけじゃないんですけど、僕個人的に使っていて、体感スピードとしてすごい早いと感じることが多いです。で、管理画面も使いやすいです。ちゃんと、すごい管理画面作り込まれていて、ブログ初心者の人とかでも使いやすいようなものになってると思います。はい。で、一番おすすめのサーバーどこなのって言われたら、このサーバーですね。 まあ一番自分がよく使ってるので、まあそこをお勧めするかなと思います。別にマイナス評価っていうのもなくて、僕個人的にはすごいいいサーバーだなと思っているので、まあ他の人にもお勧めしたいかなと思います。はい。で、まあ他のね、他社サーバーから乗り換えたりもしてるので、他社サーバーからレンタルサーバーね、乗り換えるんですけど、まあめんどくさいんですよ。ワードプレスをこう移行させるのってすごいめんどくさいんですけど、ここのサーバー、その移行をサポートしてくれる機能があってすごいんですよ。まあその、 ID とかパスワードみたいなログイン情報を入れてボタンを押すと勝手に移行してくれるっていう機能があって感動しました。いや、これで本当にそんな簡単にできるのかと思ったら本当に簡単にできました。いや、その機能すごいなと思いました。まあ他のレンタルサーバーにもあるかもしれないんですけど僕はそれ使ってないんでね。まあそれの評価はちょっと言えないんですけど。まあ少なくともこのサーバーでそのワールドプレスの移行をした時はすごいなと。まあこんなに簡単に引っ越しできるんだったらそれはそれでいいんじゃないかと思いました。で、最後。そうですね。 はい。このサーバーも新しいサーバー、会社ですね。4年前ぐらいかなできたのが。で、このサーバーなんですけど、性能はいいです。サーバーの性能としてはすごくいい。まあ、サーバーの性能すごいいいんで、表示速度自体は速いんですけど、ただ、管理画面使いにくいなと思いますね。もっと使いやすい管理画面にしたらいいのになとは思うんですけど、なかなか、まあ、管理画面はね、使いやすくならない。なので、 うん、まあすごいブログ初心者にお勧めするかって言われたらそこまでおすすめはしないかな。それ僕自身がメインで使ってないからっていうのはあるんですけどね。もっともっとこう自分が使っていったらいいサーバーだなと思うのかもしれないんですけど、何回か実際に使ったことあるんですけど、その時に感じた印象としては、まあそこまで使いやすいものでもないし、うーん、めちゃくちゃいいサーバーかって言われたら、うーんって感じですね。はい。ただ、結構ね、その料金的に は安かったりで、コスパも良かったりするので、ブログ初心者の人とかね、使ってる人も多くて、ブログとかアフリエートを結構やってる人でも使ってる人は多いですね。ただ、なんとなくね、まあツイッター上での評判があんまり良くないんですよね。何かっていうと、定期的にサーバー落ちたみたいなのがね、出回るんですよ。それが本当か嘘かわからないんですけど、ツイッター上でね、あ、サーバーまた落ちてるみたいなのが結構出回るので、 まあ正直印象として使うの怖いなとかって思っちゃうんですよね。まあサーバーね落ちちゃったらサイトにアクセスもできなくなるし当然 SEO 的にも良くないのでサーバー落ちないって大事なんですけどね。まあサーバーが落ちてて繋がらないっていうのを定期的に見るのでまそういう意味ではちょっとお勧めしにくい。コスパとかも良くて始めやすいサーバーなんですけどまあそういうところに不安があるかなっていうのがまあ本音ですね。 はい。で、今日いろいろね、いろんなサーバーを本音で語ってきたんですけど、まあ本当に忖度なしです。僕が実際に使っていてどう思うかっていうのを話をしました。まあ参考になるんじゃないかなと思います。ここまでね、いろんなサーバーの感想とかを、あの、本音で聞ける機会っていうのはなかなかないと思うので、ね、こんなもんだと思ってください。まあ、ちなみにこのサーバーの紹介、別に1円もお金もらってないです。で、今回紹介してきたのが、15年間実際に使ったことのあるサーバーだけですね。今回ね、5社だけ。 紹介したんですけど、もうその他にも20社ぐらい実際に使っていて、有料のサーバーもあれば無料のサーバーもね、全部使ってきたんですけど、サーバー選び大事なんですよ。すごい大事なの。サーバー選び大事なんですけど、まあただそのサーバーで稼げるかどうかっていうのが決まるわけじゃないんですよね。サーバーで稼げる稼げないっていうのは決まらないんですけど、それってある意味で言えば、最低限のレベルのものを選ぶっていうのが前提なんですよね。だってみんな、 そういうサーバーを選んでるのに自分だけすごい安いものがいいからって言って安くてあんまり良くないサーバー選んじゃうと自分だけ不利なわけですよ。それって稼ぐ稼がないで言えば稼ぎにくくなるんですよね。だからそういうサーバーの選び方はしたらダメですよね。はい。なので最低限のものを選ぶ必要はあるのでまあ今日のね僕の話とかを参考にしながら変なサーバーを選ばないようにいいサーバーを選んでもらったらと思います。 はい。ということで、今回のテーマは以上になります。ありがとうございました。今日のアベメモです。1、R サーバー、元祖格安サーバー、安いけど遅い。2、×サーバー、使いやすくて早い、サポートも充実。中地さんも10年以上愛用。最近評判が悪い ?3、S サーバー、老にせ、管理画面が使いにくい。4、CW サーバー、早くて使いやすい、おすすめ。5、M サーバー、